はい、どうもです。親父のね、お昼ご飯の時間でございます。今日は休日でね、ちょっと出かけてたんですけど、ちょっとお米だけね、持ってきましたので、何食べようかなと思って。まあ、イオンとか行ったんで、唐揚げとかでもよかったんだけど、まあ、結構レジとかで並んでたんでね、いや、もうちょっと、これでも買おうかなと思って。セブンイレブンさん、コロッケ、買ってきました。キャベツをね、ちょっと買ってきたんで、これも洗わないでそのままいけるやつですね。はい、開け方失敗した。なのでコロッケ弁当にして食べようと思っております。久しぶりにセブンイレブンのお菓子もらったな。まだ爪楊枝は入ってるんだね。さあ、できればね、マヨ好きの親父としてはね、マヨネーズも欲しいとこなんですけども、まあいいでしょう。あ、これじゃちょっとね、多めの方がいいんだけども、ライスがちょっと少ないんでね、キャベツが買っちゃうといけない。ここに、なんかこのセブンイレブンさんね、いつからだ？来週ぐらいにはなるのか。まあ来週、5日後ぐらいになるんだけど、はい。あれが始まるんだって。カレーパン、揚げたてカレーパンってあるじゃない？セブンイレブンで。で、どこでやってんのかなと思って、私の近くはさ、見たことないのよ。うん。そしたら、やるっていうから、まあ、ちょっと家から遠いんで、次作るか分かんないんだけど、一回食べてみようかなと思って。でもキャベツの方にもね、こう染み渡るようにこうかけましてね。どうですか、美味しそう。このセブンイレブンのコロッケが美味しくてね。それではね、いただきます。1個税込みで95円ぐらいだったかな。まあ、ちょっとサイズ感考えるとちょっとちっちゃいんだけど、結構おいしいのと、あとたまにねセールやるんだよね。2つ買うと 30% 引きとか、この間なんて 50% 引きっていうのもあったかな。うん、OK。ちょっとひき肉かなんかも入ってるね。うん。あ、もうちょっとキャベツ入れてもよかったかな。うん。揚げたてカレーパン気になるよ。うん、なんかうんうん言っちゃうんだよな。この間唐揚げの動画を作って、チェックしてたのよ。うんうん言い過ぎだろってぐらい言ってたわ。まあ最初は意識してても癖なんでうんうん言っちゃうんだよな。結構でも他の方の動画とか見ててもやっぱりうんうん言ってるから、結構みんな言うのかなと。美味しいものを食べた時は、
ご飯なんてちょっと少なめを持ってきてるんで20円ぐらいでしょ、まあ、コロッケが100円として、キャベツが100円の4分の1使ったかどうか分かんないぐらいだから、まあ、20円、25円、100円、150円ぐらいか、安くて美味しいわ。ちょっとねもう一個食べたいのがあるんで一回食べちゃいます。はい、セブンイレブンと言ったらこれ、これも欠かせないでしょ、アメリカンドッグ。うん、うんって言っちゃったわ。でもまだね、忘れてそんなに経ってないぐらい、うん、熱々ではないんだけど、しっかりふわふわもちもち感とカリッと感が共存してます。いつ以来かな、大体アメリカンドッグ食べると動画撮ってるからな、うん、ずいぶん久しぶりだと思います。うん、まず言っちゃった、ごめんなさいね、気にされてる方はごめんなさい。まあ、購入金額でいうと300円ぐらいだから、うん、スーパーとかでお惣菜買うよりは僕はチンしなくてもあったかいからいいよね。アメージング、そしてね、アメリカンドッグの肝の部分ですよ、このカリカリをね、しっかり堪能させていただきました。水も持参。ということでね、ご視聴様でした。今日はね、親父の休日のお弁当というか、昼ご飯の風景でしたね。うん。いつもご視聴ありがとうございます。それではまた。バイバイ。